全然打ってないけど、お兄さん相変わらずカメラワーク下手だね。こっちでも撮ってるし、こっちでも撮ってる。相変わらずカメラワーク下手だね。その上からカメラワーク下手かよ。自分ばっかりだよ、この人。本当マリーは下手。はい、次。あ、まあ、俺に聞かれてるんだけど、筋トレ皆さんどれくらいやってるんですか？チェル君は結構やるよ。チェル君は週4から5とか。タカヒロは？タカヒロは？タカヒロもめっちゃやるでしょ。あのチームのなんか大ゴルフ部の、あの筋トレ、朝の6時にある筋トレが週3回あって、それ以外に自分で毎日やってるんで、なんか10回10回やばいですね。はい、君は？俺は全然やらない。テレックと一緒にやるけど、基本テレックの半分ぐらいしかメニューやんないから。週1回ぐらい、週1回やってない。筋トレばっかしてるからゴルフ餌なんですよ。週1、2回ぐらいですね。1、2回、よく走ってるよ。でも意外に少ない。俺は全くやらん。ランニングはでもそんなリフレッシュ程度。次、はい、次。一番女好きなのは誰ですか？完全にこっちでしょ。勝也、勝也か高弘。せーのだよ、せーの。いいです、せーの。ショーツさんだって、ショーツさんか勝也さんだ。絶対ここの2人どっちか。こっちかな。勝っちゃうんだと思うよ、俺。本当に俺マジでこっちだと思う。確かに女性は好きだよ。女性は好きだけど、あのそういうことしてたら1年も付き合えないからね。いや、付き合えるでしょ。しないしないしない。そんなの変なことはしない。ただ綺麗な女性は好きです。だってクラブ行って飯食っちゃうクラブ行って女の子に飯食っちゃう。本当昔、本当昔。俺も見たわ。本当昔。3年前くらいこの3人で行った時ね。ちょっと、はい、慣れ初め。皆さん慣れ初め。慣れ初めって何ですか？この4人は高校が一緒で、テレキは伊藤君と友達だった。俺の先輩なの、1個上の。俺はなんかね、ゴルショップのね、コンペでテレキに会うんだよ、初めて。ショートさんは、僕は翔吾と一緒にラウンドしたのが最初。そうだね、これ気になるんだよ。で、高弘君は今日始めました。そうですね、はい、テレキと翔吾。だから俺の中学の時の1個上の先輩だった。家が帰り方向一緒だったから。杉学。中学がたまたま一緒で、たまたま家が近くて、なんとなくたまに一緒に帰ってたぐらいです。はい、はい、翔太さん、ルーティンって何をテーマに決めてるんですか？決めてないです。はい、次。ないです。皆さんが毎日どんな感じで過ごされてるのか気になります。俺はどういう日におるか。俺ゴルフがない日は寝てるよ。まず寝て、で練習打ちっぱい行って、筋トレ行って、で余った時間を編集してます。でゴルフ行くときはゴルフ行って、あと筋トレ行ったり。寝たりしてんだ。基本寝てるんだ。まあだいたいボディービルダーとニートの間ぐらい。そうそうそう。勝也さん、俺は毎日仕事。本当にもう毎日朝起きて、水曜で餃子巻いて、お客さんと楽しい会話して、お客さんに楽しんでもらおうっていうことだけを頭に入れて仕事して、休みの日は彼女とイチャイチャしてます。はい。はい。俺どういう日に1回おるけど、ゴルフ行く日はゴルフ行って帰ってきて寝てます。いや仕事してるんだろ。寝てます。帰ってきて仕事して寝てます。休日はマジ寝てるけどね。家から一歩も出ません。うん、休日は家から一歩も出ない。会社に行った時は仕事してる風です。仕事してる風だね。普段は大学のそのチーム筋トレみたいのが朝あって、その後8時からまあ12時ぐらいまで授業があって、でその後まあゴルフの練習がまあ2、3時間で、その後また自分で筋トレ行って、でまあその後は宿題ですね。ホームワーク、学生生活。ホームワーク。めっちゃ忙しいよね、アメリカの学生は。超忙しいです。大学なんか行けねえよ。筋トレしてる暇ないっす。まあ僕は入ってないよ。僕は大体一緒にいますけど、まあゴルフして、でも一緒にいない日もある。ね、去年一緒にでも一緒にいない日は普通に練習行ったり、まあバイトもあるんでバイトしたりとか。まあでもショートさんに生活に近いかもしれないですね。ゴルファーってそうだよね。ゴルファーはどうしても、まあ、ゴルファーと2人の間でしょ。
外国人の黒き方を教えてください。餃子うまお、それそれは勝ちやすい。そうだそうだ外国に一番いるのこの2人。それこうこう俺本当にこれガチの話ね。高校にいるときにみんなの方が多いかもしれないけど3、4人くらいからちょっとなんか告られたのよ。ね、ちょっとインド人とか、まあ、アメリカ人もいたし、これね、でも本当になんでかわかんない。俺は多分俺のイメージね、外国の人ってなんかほら日本人ってさ、顔とかかっこいいからとかじゃん。外国の人ってさ、なんか身長高いからとかさ、そういう感じで決めてない男の人って思った。俺すげえ、だってさ、そんなかっこよくなかったしさ、いやすげえ細かったし、何おっしゃいますか、すげえ細かったし、結構マッチョキャラだったよ、向こうで。やっぱ身長180だったから、そこなんじゃないかなって思って。エキストラトレーニングみたいなの言ってたじゃん。言ってた、言ってたけど。じゃあ筋肉が物を言うというとかもよろしいですか。そうだな、フォルムだと思う、顔っていうよりかも。だって、あとなんか優しかったからみんなに好かれるっていう。そう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 。あ、俺すごい優しいんだよね。ハッチャン以外は外人とは付き合ったことないし、インパーソンではすごい優しいんだよね、俺あとね、思うのは、ね、外国人結構日本人のね、キリッとした目好きだね。そこはちょっとわかんないよ。わかんないよ。だってほら、ウォーキングデッドとかに出てくるさ、アジア人もさ、あ、確かに、あのさ、クリッピーな目じゃないじゃん。やっぱキリッとアジアみたいな感じだ。でもね、俺らないもんね、経験ね、外人のね。いや、ショーゴはだってホテルにもめっちゃ誘ってるからメッセージ送って自分から DM? DM 送ってるからショウはね、裏でやりたいな。翔太さん、俺は表に出さない。マジモテない。翔太さんはだって大学めっちゃパーティー学校じゃない。パリピの学校だから。パリピの学校なんですか。パリピの学校だって男女比が何でしたっけ。6対4。普通男子の絶対多いんですよ。か5-5ぐらい。めっちゃいい人なんかな。でもうなんかだって俺大学2時間ぐらい車で離れてるんですけど、うちの学校のなんかパーティーはダメだから、その翔太さんの大学に、そう、週末は行くみたいな人がいっぱいいるぐらい、もうパリピの学校だと。毎週金土は本当にみんなパーティー開いてる。翔太さんももちろんそう。そういう大学を出るとこういう人が生まれてくる。そういう人がね、成功しなかったやつらはこういう陰キャみたいな。振り切るんでね。こっちかこっちみたいな。なるほど。マジで苦手だった。何が？パーティー。ああ苦手だね、翔太さんはね。俺竹内プロさ、はい、スロープレー言われてるけど自覚はあるんですか？っていう質問が。最近ね、真面目にちょっと気をつける。最近意識してるよ。意識してる。マジで遅かったもん、佐野の時とか。あ、そんな遅かった。でもまあ遅いんだよ。動画で見ると全然遅くないっす。動画めっちゃカットされてっから。そうなんですか。でもいや基本ね、確かに打つのちょっと遅いかも。遅い。構えてから。そう、遅い。でも気をつけて。その分移動ちょっと早くしますね。翔太さん、翔太さんめっちゃ早いから。勝也さんも早いから。ノーマルだって。ここみんな早いから。ノーマルだよね、ナンバーワンだよ。いや、ナンバーワン。じゃあ俺は違う、ちょっと一つ言い訳させて。それ言いたかったの俺、ずっと言っていい？カットしないでね。ショータイムゴルフさ、カメラが来るまで待ってなきゃいけないじゃん、打つの。俺次パーンって打ってくれたらバーンって打ちたいんだよ、すぐ。もうさ、カメラ待ってなきゃいけないからだいぶリズム来るんだよね。でも翔太さんもそんな感じですよ、うん、結構早いね、翔太さん。でもさ、なんかさ、動画撮ってるからさ、なんかさ、周りにさ、ちょっと遅くなって迷惑かけてんじゃないかみたいな思われがちだけどさ、全然さ、前詰まってたりする。そうあるくらい俺ら早いよ。早い、ほんとに早い。てか、追いつかれることないって。ない基本走ってるもんね。結構走ってる。やべえと走ってるから。俺絶対カート持ってた方がいいんだけど。最初、立尾さんに会った時に立尾さんにめっちゃ怒られたの。ガンギレかまされてるもん、一番最初に。おぉ、お前いつだったのつんだ。それは持ったのよ。また持っちゃった。また持っちゃったよ。それはないけど。まあでもツアーの選手はみんな早いから。早いね。ちょっと早くしようとは思ってます。ツアー早いね。早い、みんな早い。サンジンゴとかさ、めっちゃ早い。さ、いや俺のイメージね、俺のイメージはツアーの人ってすげえさ、ルーティンとか時間かけてさ、2人とかで待ってんじゃん。でもなんか詰まってるみたいなイメージだったんだけど、翔太のキャディーさ、日本オープンしたんだけどさ、みんな早い。当たり前だよ。めっちゃ早いよね。思ったのは、キャディーいるといいキャディーだと全てやることない。もうやってくほぼ打つだけってね。これを打ってこういう風に
もう自分のルーティーンやるだけじゃないですか。あとはどこ打ってどこの傾斜がとか全部ほとんどキャディーがやってくれるじゃないですか、自分で知りたい人以外は。だからそれで早いっていうのはあると思います。ヤーテージとかさ、傾斜みたいな話さ、なんかしようとしたらもうさ、ハン・ジュンゴン打っちゃって、あっバッ、翔太もうお前打つ番だぞみたいな何回勝ってんの。まあでも普通だよ。竹谷さんも早かったよね。竹谷さんも早い。竹谷さんと一緒だったんだ、うん、めっちゃ早いよね。竹谷さんもめっちゃ早かった。スパッて打つよね。全然気負いしてないね。考えるのが歩いてる間にみんな考えてるから早いんだよ。伊藤君、余ってて人のプレゼントお願いします。何がいい。俺も絶対欲しいな。その中から俺が選ぶわ。何なんだろう、その人でいい。どうやったらいいよ別に。はい、行きます。そこの筋トレ2人に、はい、筋トレ2人行きます。自宅でできる飛距離アップのための筋トレありますか。ないです。ロッシャで自宅でダンベルとかバーベルとかあるんだな。ないです。俺はないと思います。なんだろう、自宅で。あ、でも基本的に下半身が僕の考えでは飛ぶと思うんで、下半身を家でやるっていうのは結構きついですね。上半身とかだったら腕立てとか、まあいくらでもやりようありますけど。てるきくん、ちなみに俺飛ばねえからな。体幹じゃないか。体幹大事ですよね。背筋強くは飛ぶんじゃない。背筋と下半身、背筋、俺多分背筋だと思うな。下半身ってか、下半身が強いと振ってもぶれないっていう面で曲がらないよね。曲がらないし飛ぶよね、うん。まあ、基本的に蹴れた方がいいよね。そうね、地面をね、そうなん、地面を蹴って押せないと飛ばないよね、基本的には。腕だけで飛ばした気がする。ショーツはそうじゃない。アイアンめっちゃちょっと蹴るよね。蹴るよねアイアンを多分ヘッド最後プッて最後走らせるのには蹴ることが結構重要だと思う。ああ、ショーツさん切れちゃった。体重移動全くしてないの。はい、次。大学のゴルフ部で部長をしています。今度再建されたばかりの部活でこれからどうすればいいか不安です。突然ですが、大学でのゴルフ費用はどう賄っていましたか。また練習環境作りなどいい方法があったら教えてください。あ、それ日本の大学でしょ。アメリカ全然参考になんねえじゃん。そうですね、大学行ってない。アメリカは、アメリカはね、全部金払う。そう、練習から何も大会も試合企画も。ゴルフへの費用は全部払ってない。高校もそうだもんね、アメリカはね、基本的にね。アメリカの学生スポーツ全然日本のプロ野球みたいな感じだもんね、うん。でもそこに入るのが難しい。そう、奨学金もね。奨学金も日本は返さなきゃいけないけど、アメリカ返さないし。返さなくていい。100% スカラーで行ったんですか、ショーツさん。 100% は男子は無理だね。無理っすね。男子は無理なんだ。男子は無理。え、タカヒロスカラーもらったの。もらってます。どんぐらい。違う、何パーかでいいじゃん。いやいや、分かっちゃう。あ、ダメだった伊藤君の運転手の牧野さんのスコアを教えてください。100回から110回ぐらいじゃないの、大体。この前のあれは、この前いくつだったの。108回とかじゃない。確か、そんなもんで、確か。プロのライセンスを取得しない理由は何ですか。取得しない理由は…受けてないです。今年受けんの、結局。受けろって言われてるよ。受けますね。今まで受けてこなかった理由は。まあ、これね、あんまりちょっと難しいけど、男子の場合はちょっとこう資格を持ってることによるそのメリットって言ったらなんかちょっと違うんだけども、試合に出るのに必ずしも必要かって言われるとそうじゃないっていうのと、あとテストを受けるのにもすごいお金がかかるので、 QT と両方受けてしまうとかなりこう100万100万ぐらいだもんね。そうですね、うん、だってもろもろ PGA は持ってて損はないんですけど、受けるのに持ってなくても今の活動ができるっていうところで受けてなかったっていう感じですね。それ取ったところで試合には出れないから。試合には出れない。日本プロだけだね。お金もかかるし、あんまり意味がないかなと。っていうのが今までね。そうだね。ゴルフ場に所属するとかっていうんだったら必要ですね。そうだね。プロとアマの間の人はどういうふうに生活しているのでしょうか。まあ、さっきの感じですね。ショーツさんはニートだよね。俺はニートですね。ニートとボディービルダーの間ぐらいの生活をしてます。達也さんは、あ、違うわ。俺はまあプロの間じゃないからね。俺とテルフ君は一応持ってるけど、俺は普通に仕事してるよ。ネイルサロンだったり、まあ、僕もバイトしながらゴルフしてますね。そうか、
ったんですね。大体の人が、まあ、キャディのバイトやらやってる、ね、レッスンバイトやらをしながらやってます。まあ多分どこの 業界の人も、ね、ゴルフに限らず、うん、ボクサーみたいな感じでしょ、まあ、そういう感じですね。やっぱ仕事しながらじゃないと食っていけない、ね、仕事してるよね他にね、うん、小さい試合だけではやっぱり食っていけません。仕事選びが大変だよね。まあそうですね、自分の時間も作れる仕事選ばないといけない。本業に差し支えないようにうまくみんな工夫しながらやってます、ね、俺はどっちが本業だか分からんけど、まあ、研修生みたいにゴルフ場に入る人もあるね。翔太が一番いいと思うよ。翔太さんが一番いいよ。高校生ゴルフ部です。毎回見てます。安定して70代出すにはどんなことに気をつけるか、どんな番手を特に練習すべきか教えてください。番手の練習は知らないけど、やっぱドライバーじゃないですか。ドライバーじゃないの。ドライバーだと思うよ。ドライバーとパターじゃない。まあ、70代安定して出すにはやっぱりパーを拾う技術、やっぱりショートゲームじゃない。ショートゲーム、ショートゲームは大切かもね。ウェッジとパターじゃない。ティーショット曲がっちゃったら、でもティーショット曲がったらさ、一番辛い。元も子もないじゃん。ショートさんはティーショットがもともと曲がらないから、そう言える。曲がるよ。いや、すげえ曲がるよ。結構曲がりますでも俺は実際問題、セカンドのパーオン率が高ければ、めったに3パットしないでしょ、ゴルフ経験者だったら。3パットだって18ホール中3回したって3オーバーなんだよ、パーオンしてれば。でもさ、俺らでもさ18ホール全部乗らないじゃん、うん、ほぼないですね、はい、今まであるかないかぐらいのレベル。でもパーオン率俺高いよ。俺は、まあ、平均スコアを上げるためにはパーオン率っていうのは絶対大事なんですけど、全部乗らないから、まあ、乗らないからショートゲームはやっぱりアプローチパターだよね、はい、いかに寄せワンを取るかだよ。まあ、70代で回るレベルだったらショットがある程度乗るっていうのはもう当たり前の話で、それを大前提でショートゲームがやっぱり大事かなっていうのはありますね。加藤さん、ピッツァ？うん、まあ、ショットは調子のコーフでもあるし、ドライバーだね。ドライバー大事ですね。次は、ジジイはみんなの好きな女子のタイプを聞いてみたいの。だいぶ癖のある人ですね。癖のある質問だね。好きな女性のタイプ。じゃあ好きな女優さんを言えばいいんじゃない。いいね。ちょっと高広から。長谷川純とか。長谷川純ね。ハーフ系ですね。ハーフ系だね。好きだ。濃い顔がいい。濃い顔大好きです。俺は高畑充希好きだね。あ、高畑充希ってどんなんだろう。ナンバーワン、はいはい、なんかもう純朴な感じが出してね。優しそうな感じですね。和風な顔が好きかな。俺も和顔好きだな。俺も和顔好きだ。どんなタイプが好きか。顔がまずよく笑う人ですね。よく笑ってよく食べる人。以上です。だけどてるてるは彼女がいない歴。いませんね。もうしばらくいない歴20年ぐらい。それはないけど20年もお前3歳で。むしろ3歳。本当ね。しばらくいないですね。俺和顔だし、まあ女優で言ったらあれなんだっけ。比嘉愛未。ああ、いいね、いいね。比嘉愛未。いいね、いいね。マジ好き、比嘉愛未。でも、芸能人で言ったらね、俺ね、今見つけたけど、小倉優香。あの人めっちゃ可愛くない。小倉優香。誰？AV10。違う。グラビアアイドルなんだけど。グラビア。すげえおっとりした顔してんの。まあ、加藤さんは巨乳好きなのかな。あ、まあね。父があれば、OK。そう、小倉優香さんっていうのがちょっと俺の中で最近流行ってます。高広の聞きたいんじゃない。いや高広が聞きたいわ。はいはい、はい、ないです、ないです。全然最近は何ですか。最近は逆に何が知りたいかっていう。一緒に何回クラブ行ってるんですか。クラブ行ってないっすよ、全然。日本帰ってきて友達が行きたいっていう時にちょっと行くぐらいで、全然行ってないです。自分からは行きたいと言う。あ、そうっすね。かっちゃさんが最近すげえ行きたがってるんで、ぜひ一緒に、ね、こっちはフーターズ好きだよね。いや、この間初めて行ったわ。この間初めて行ったわ。でもめっちゃ行きたいって言ったよ。でも楽しかった、それは。木内プロありがとうございます。翔成さんのスイングとイメージが一緒とおっしゃっていましたが、どういうイメージでどういったところを気をつけてスイングしているのでしょうか。はい、俺竹内プロへって書いてある。翔成と同じ、あ、言ったかもしれない。まあ、でも手を使わないイメージじゃないですかね。多分こうトップからもうこれがインパクトの形みたいなイメージをして、体の形的にそのまま回ってインパクトしますよ。手の動きをなるべく抑えたスイングのイメージが近かったんですね。だから翔吾とはちょっと違う。俺は結構手をこうして。俺は手出すね。
ショーツさん、はい、スイングのイメージです。テル君への質問ですけど、ついでにショーツさんもイメージ、どういうイメージで打ってますか？全体的なバランスのイメージでいいんじゃないですか？俺はだから、捻転差を意識、肩開かないように腰できるだけ開いて、まあ、あ、ねじる感じね、うんうん、そうそう、ね、タカヒロは僕は結構変わってるんですよ。できるだけ左に振ってます。あ、左に振れば振るほど曲がらない曲がらない、あ、まあ一理あるね。まあ、フェンスをクローズに使うタイプ。フェンスシャットでしょ。クローズで、できるだけこっからここまでできるだけスクエアにフェイスローテーション、あの極端に言うとゼロで行きたいっていう。俺もショータさんも同じ。ショータさんも一緒だよね、それはね。俺は全然違うな、そこは。そのためには左に切らないと、そうそうそう、行っちゃう。同じ。逆にそれで左に切れなか、左に触れなかった時はどういう球になりますか？手をすっごい引っ掛けたり、すごい握ったり。僕は極端に腰を開く練習をしてるから、左は絶対行かないですね。あ、じゃあ左に触れなかった時は右。今は右ばっかり。プッシュスライスみたいな感じでやるんですね。まあ一番いいミスはミスだよね、今のクラブの理屈で言ったらね、うん、飛ぶしね、プッシュスライスは。今ちょっと改造中ですね、スイング。僕的にはスイング作りではそのミスした時の出る球をいかに限定できるかっていうのが大事かなってちょっと思って。あ、それはある、それはある。ショートさんみたいなこう右も左に出るっていうのは僕はちょっとリスキーかなって思って。怖い怖い。俺もそれは一緒。オープンした方が、うん、でも結構ショートさんのスイング今ね参考にしてる俺。グリップを超スライスに入れて、グリップを超スライスに入れてんの、バックラインありで。超バックラインきついんだけど、グリップを超スライスに入れてることでフェンスはもともと閉じないじゃん。それをショーツさん手でシャットに使うから、こうやって上でシャットになるじゃん。ここはショーツさんみたいにしてスイングダウンに入ってきた時に体をとにかく回して左に捕まえて打っちゃう。で、スライス打って。じゃあまあさっきの高博くんが言ったイメージにちょっとずつ近づいてきてる感じですね。ただスライスを打つという。ただバックスイングでは開いてあげたい。自分の中のイメージは開いてる。でもシャットなんだ。多分動画とか見るとシャットなんだけど開いてあげてる意識がある。まあ実際みんな多分イメージと実際の動き結構ギャップはあると思いますね。ただやっぱりこういっぱい練習していく中で傾向をつかんでいってる感じじゃないかなと。球は押したいからな、これは。分からん、そこら辺。みんなをやめろ。なるほど。思ったから。勝谷さんは？いや、俺はすごい、あの周りの人の意見を聞いて、あ、こうなんだみたいな。俺はもう全然だから。どういうイメージですか？模索中。ちなみにどういうイメージで振ってますか？何を大事にして振ってますか？やっぱ、あのボールに全ての力をぶつける。大事なことですね。そうです。間違ってないね。うん、素晴らしい。それをうまくやるにはどうしたらいいのか、それは感覚でやってますよ。そんなもんかな。 OK、 それじゃあ、ごめんね、お疲れでした。じゃんけんやろうよ。え、今年の抱負は？年？鍋じゃない。年はてるき君と共に新しい人、来年のレギュラーツアーを目指して。恋愛抱負、先抱負。恋愛抱負、まあ、とりあえず、そうですね、まあ、そうですね、週替わりで。でも2、3しばらくはずっと入ってるよ。月4人ぐらい。うまいこと。嘘です。これ使ってない。あの課金するやつでしょ。そう、生配信で。あれマジ気持ち悪いわ。でもさ、でも実際さ、実際問題スポンサー探さなきゃいけないわけじゃん、プロゴルファーになったんだから。そうでしょ。それを真面目にお願いした方がいいんじゃない。真面目苦手なショートさんが。お願いします。全然真面目じゃないけど。下手かマジで。自己 PR 大事だよ、プロゴルファー。ゴルフってお金かかるんですよ、すごい。そのためにはね、やっぱ YouTube だけではちょっと足りないところがあるんで、まあ、スポンサーしていただければ、まあ、海外に行ったりとかアメリカに行ったりとか、そういうところで撮影できると思うんで、はい、まあ、そのためにもね、どなたかスポンサーしていただけると嬉しいです。いろんな撮影幅がね、広がるんでお願いします。はい、まあ多分ここの社長がね、まずはショーツさんにスポンサーすると思うけどね、ついよってつけるよね。それでは皆さん、また次回の動画もお楽しみに。はい。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年もお願いします。お願いします。